平野翔の音楽革命ボンに秘められた驚愕のメッセージとは現代社会の鋭い洞察、平野翔のボンが投げかける問い。平野翔君くんのプロデュースのボンをクリエイターが初めて聞いて衝撃。舞台の幕が上がり、スポットライトが一点に集中する。その先には、今まさに輝く星、平野翔が立っている。彼がプロデュースした新曲、ボンの背景には、 何か特別な魔法が潜んでいるように感じられた。その魔法は彼の独創的な視点と音楽への深い愛情から生まれている。この記事では彼の最新のプロジェクトについて深く掘り下げ、その魅力と革新性を解説しながら、新たな角度からその成功の背後にある秘密を探ってみようと思う。ボンというタイトル自体、数学的な要素と音楽的な感性が見事に融合している。 数字の愛は、虚数を示す数学記号であり、このタイトルに込められた意味は、表面上の音楽の枠を超えた深遠な世界観を暗示している。平野翔のプロデュースセンスは、従来の音楽制作の枠を超え、数学や科学の要素さえも取り入れることで、全く新しい音楽体験を提供しているのだ。初めてこの曲を聴いた瞬間、私が感じたのは、衝撃と驚きだった。 まるで異次元から引き寄せられた音楽の断片が一つの壮大なシンフォニーとして結実しているようだった。平野はこの曲を通じてリスナーに何を伝えたかったのだろうか。彼の音楽にはいつも何か奥深いメッセージが込められている。そのメッセージを解読し、理解することがこのプロジェクトの革新に迫る鍵となる。ボンの背後には 平野の個人的な経験や感情が反映されていることは明らかだ。彼の歌詞には失われたものへの教習や現在の瞬間の美しさを称える感覚が宿っている。例えば曲の冒頭部分では彼の柔らかくも力強いボーカルが聴く者の,の心に直接語りかけてくる。少しだけ幸せ、それだけでいいと歌い上げるその瞬間。 私たちは日常の中に潜む小さな幸せを見つけることの大切さを教えられる。音楽のプロデュースという視点から見ると、平野のアプローチは非常に雑多で多彩だ。彼は自身の持つ独特のスタイルと、他のクリエイターの多様な才能を融合させることで、全く新しい音楽の地平を切り開いている。例えば、彼が今回のプロジェクトで協力したクリエイターたちは、 それぞれ異なるジャンルやスタイルを持っており、そのため、ミニアルバムは非常に多様な音楽性を持つ作品となっている。シティポップからヒップホップまで、彼らの個性が見事に融合し、聴覚の限りない冒険を提供しているのだ。ボンの楽曲の中で特に注目すべきは、そのハーモニーとリリックだ。平野は、音楽において調和を非常に重視しており、そのハーモニーはまるで天使の歌声のように美しいものだ。 曲の合間に挿入されるラップパートや繊細なピアノの旋律が全体のバランスを見事に保ちつつリスナーに新鮮な驚きを提供している。平野のプロデュースセンスは単なる音楽制作にとどまらずビジュアル面においても発揮されている。彼が手がけたミュージックビデオは一瞬たりとも目を離せないほど魅力的で映像と音楽が一体化することでさらなる感動を引き起こしている。 その映像美はまるで夢の中にいるかのような感覚を与え、視覚と聴覚の両方でリスナーを魅了する。この統合された芸術表現は平野のクリエイティブな才能の真髄を示している。また平野のボーカルスタイルもこのプロジェクトの成功の一因と言えるだろう。彼の歌声は力強さと繊細さを兼ね備えており、その幅広い聖域は様々なジャンルに適応できる柔軟性を持っている。 特に彼のハスキーボイスは曲全体に情感を与えリスナーの心に深く響く。さらにこの曲には現代社会に対する平野の鋭い洞察も込められている。私たちが日常生活で感じるストレスや不安、そしてそれを乗り越えるための希望を彼は音楽を通じて表現している。例えば忙しい日常の中で小さな幸せを見つけることの重要性を彼の歌詞は優しく、 しかし、力強く伝えている。これは、現代のリスナーにとって非常に共感できるテーマであり、彼の音楽が多くの人々の心に深く響く理由の一つである。今回のプロジェクトで特に興味深いのは、平野が他のアーティストたちとのコラボレーションを通じて、新しい音楽の地平を切り開いている点だ。彼は、他のアーティストたちとともに、自身の個性を保ちつつも、 新しいスタイルやジャンルを探求することで音楽の可能性を広げているのだ。例えば、彼が手掛けたシティポップやヒップホップの楽曲は従来の音楽ファンに新たな驚きを提供し、同時に新しいファン層を開拓することに成功している。このようにして、平野のプロデュースする音楽は一つの完全な作品として成り立ち、多くの人々に感動を与えている。彼の音楽に込められたメッセージは、 リスナーにとって非常に共感できるものであり、その結果、彼のファン層はますます広がっている。その音楽は単なるエンターテイメントの枠を超え、人々の心に深く響くメッセージを伝える力を持っているのだ。平野の音楽に対する情熱は、彼自身の生き方や考え方にも深く根ざしている。それは、彼が音楽を通じて何がピュアな音楽を追求している証でもある。 彼の音楽制作の過程には、細部にこだわる職人のような姿勢が見られ、そこには計り知れない情熱が込められている。彼は音楽を通じて自分自身を表現し、リスナーとの間に深いつながりを築こうとしているのだ。平野の音楽の特徴は、その独自性と多様性にある。彼は常に新しい音楽スタイルを模索し、その中で自分自身のアイデンティティを確立している。 彼のプロデュース作品には古典的な音楽の要素と現代的なビートが見事に融合しており、リスナーにとって新鮮な驚きを提供している。例えば、シティポップとヒップホップを組み合わせた楽曲では、その対照的な要素が見事に調和しており、平野の音楽的センスがいかがに優れているかを物語っている。また、彼の音楽にはストーリーテリングの要素も強く感じられる。 彼は音楽を通じて物語を紡ぎ出し、その中でリスナーに深い感動を与えている。彼の歌詞には、個人的な経験や哲学的な考えが反映されており、それがリスナーに共感を呼び起こす。例えば、ボンの歌詞には、平野が失われたものへの教習や現在の瞬間の美しさを称える感情が込められており、それが聴く者の,の心に深く響く。さらに、 平野の音楽には社会的なメッセージも含まれている。彼は音楽を通じて現代社会に対する鋭い洞察を示し、その中でリスナーに何かを考えさせるきっかけを提供している。例えば、彼の楽曲には、忙しい日常の中で小さな幸せを見つけることの重要性が歌われており、それが現代のリスナーにとって非常に共感できるテーマとなっている。 このように、平野の音楽には多くの魅力が詰まっており、それが彼のプロデュース作品の成功の秘訣となっている。彼は音楽制作の過程で常に新しい挑戦を追求し、それを通じて自分自身の表現を深めている。その姿勢こそが、彼の音楽が多くのリスナーに愛され続ける理由の一つと言えるだろう。最後に、この記事を通じて、平野章のプロデュース作品、ボン。 の魅力を再発見していただけたなら嬉しく思う。彼の音楽は単なるエンターテイメントの枠を超え、人々の心に深いメッセージを届ける力を持っている。彼の音楽に触れることで、日常の中で小さな幸せを見つける喜びや、現代社会の中で大切にすべきものについて再認識するきっかけとなれば幸いだ。あなたにとって、平野章の音楽が特別な意味を持つ瞬間はどの曲ですか また、彼の音楽を聴いて感じたことや、心に響いた歌詞があれば、ぜひ教えてください。皆さんの感想や意見をお待ちしています。